ニコンニコン洋館ニコン洋館は日本の工学機器、メーカー、ニコンのブランドで販売されている洋館。ニコングループの食品としては最も有名な商品である。姉妹品にニコンせんべい、ニコンワイン、ニコンコシヒカリなどがある。1973年にニコン従業員向けに販売され始めたものが起源。ニコンには和菓子製造の技術、設備がなく、また、 発案自体も栃木ニコンと同じ大田原市に所在する和菓子店である株式会社本宮によるもので本宮が開発、製造を担当しニコに供給する OEM 商品となっている。ニコンブランドの食料品は社内売店での販売を前提としているためカメラ専門店、家電量販店、和菓子店やスーパーマーケット等には流通していない。しかし、 ニコン洋館については、直営オンラインショップ、ニコンダイレクトの目玉商品として販売されるようになり、同サイトの菓子コーナーにて誰もが購入することができた。また、銀座、新宿、名古屋、大阪のニコンプラザ、時、神戸見た、御殿場、木更津に、アウトレットの実店舗として営業していた、ニコンダイレクトストアや、2015年10月に、 東京都港区に開館したニコンの企業博物館ニコンミュージアムでも販売されるようになった。ニコン洋館の一般向け販路は他に存在しないためニコンダイレクト定番の売れ筋商品となっていた。近年では同社のカメラ製品の小型化を模範として持ちやすさを大幅に向上させたニコン一口洋館が開発された。美味しさはそのままに取り扱いが簡単で価格も フルサイズ洋館よりややリーズナブルであることから、新規顧客の開拓にも効果を上げている。なお、ニコンダイレクトストアの時点は2018年9月に、他の3店舗は2019年8月から10月に閉店し、ニコンプラザは店舗統合や移転等により2019年9月をもって、ニコンダイレクトにおいては2019年9月30日をもって、 ニコン洋館の取り扱いを終了した。ニコンミュージアムでの一般向け販売は継続している。また、2020年2月より、ニコンミュージアム限定の新製品として、オリジナルドロップが発売されている。D セットのパッケージニコンミュージアムにて販売されている。商品は以下の2種である。いずれも、パッケージデザインは、急ニコンダイレクト販売品と異なり、 ニコンミュージアム限定となっている。2019年5月時点において、ニコンダイレクトで販売されていた商品は以下の6種類であった。以前は本、ネリ、小倉、白ネリを各1本封入した A セットが販売されていたが、2011年6月14日から A セットに代わって E セットの販売が開始された。また、ニコン一口羊羹は以前は塩、本ネリ、 ユズを計10本封入したものであったが、これも E セットと同日にニュー一口洋館に切り替えられた。バラエティセットは2018年5月3日に発売された。なお、かつては B セットに相当する構成が新ニコン洋館セットとして販売されており、旧ニコン洋館セット一口洋館と合わせて3モデルの婦人となっていた。上記の 各モデル名は2007年1月31日に、ニコン洋館新シリーズゆずみ、ゴマ味として C セット D セットの販売が開始されたことに合わせて再整理されたものである。2014年4月1日より、消費税増税に合わせて価格が改定された。ありがとうございます。